はい、今日本日2回目のお昼の休みの保護猫です。はい、なんでこんなの撮ってるか言うたらまたね、変化があったから撮るんやけどね。まあこの辺は変化ないでしょ。今日はちょっとみんなこの前から言うてはったことをやってみようことでね。それは何や言うたらね、まあレイちゃん、先言うてはったのはレイちゃんね、これレイちゃんミミちゃんとあれなっちゃんはここに入れました。これでまあトラキチもね、トラキチも一緒に、なんで言うたらここ水もね、やっぱり話して自動のやつあるからね、浄水ろ過装置のついた、それでなっちゃんとトラキチといっぺん鳴らしてみようかなと思って、ね、それでまあこのちっちゃい子もね、あっち行ったりこっち行ったりできるしね、それでまあ、ゲージ見えるゲージ入れてね、なっちゃんの様子もね見えるようにしね、こなしてするようにしましたね。それでまあここは秋になってんけどね、ここはね結局ね、翔子ちゃんとか餌をねこなして手でやるからぐちゃぐちゃなったりね、それでまあ水入れ物がちょっとちっちゃいからね、なっちゃんまでね水もあんなじゃ足らへんし、これで飲んでる形跡ないからね、それでまああっちに入れたわけやねんけど ね。それでここロチアンちゃん出してます。なんでや言うたらね、これ今アメちゃんも出して入れてるんですよ、こっちに。だから言うてはったでしょ、アメちゃんとロシアちゃんは一緒の場所だったからね、これとサビちゃんもひょっとしたら合うかな思ってね、これでここにおってロシアンちゃんを出したいいうことはね、おばちゃんをこっちに入れてるんですよ、おばちゃんをここ。まあこのままね喧嘩なかってね、あれしたら、もう他の子に害があるようやったらね、ちょっと考えながらね、おばちゃんは今ここにおんちゃうかな、ここにおんね、今おばあちゃんここにいてますね、このままね何もなかったやけど、スジちゃんと、まあ、様子見てね、もしあるんやったらまたもうおばあちゃん戻したりせなあかんねんけどね、まあとりあえずまた何かあった時はここに戻します。まあとりあえずねロシアンちゃん出しました。またこれでねなんとかいけたらいいんやけど、まあアメちゃんがこのまま慣れるかですけどね、ねアメちゃんも慣れるかな。まあ、ロシアンちゃんとはね、仲ええとは思うんやけどね。ロシアンちゃんどこ行くか。とか出てんかな。あ、ロシアンちゃんこれね。これママがどっか行ってんかな。あ、ママがどっか行ってんかな。ママがどっか行ってますね。まあ、こんな感じでね、ちょっとね、対応してみようかなってね。いろいろちょっとね、言うてはったら、ね。からね、前からアメちゃんとも言うてたんかな、うん、あとロシアンちゃん上の確認もします。ママがどこ行ったか、はいはい、あ、ママここやね、ママここでロシアンちゃん今出てますよ、はいね、はい、ショウコちゃん、まあ、これでね、ここもうまいことやってくれたら、結局1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹、7匹、今8匹出れることなんかな、この子では。まあ十分ね、ここではね、まだ8匹やったらいけると思うんですよ。これからまだね、いろいろ対策、いろんな寝るとこもね、考えてきますんで、今まだちょっと、寝るとこが足らんような実験かな、これやったら。ここで、まあ1個ね、大きいのをあそこにね、置いたんですよ。あそこにあったちっちゃいやつを、今ここに入れたからね。まあこれでね、ちっちゃいミミちゃんもね、これで運動できるかな思ったりね、いろいろね遊べるしね、このままやったら乗ったり行ったりね、いろいろね。それでまあここも喧嘩はないと思うけどね、トラキチも寂しかったから、ここのねゲージ1個やったらちょっとね、トラキチと寂しい思うし、でなっちゃんもね、ここでだいぶね慣れてくれたやけどね、まあなっちゃんトラキチ何言うてんやんね、トラキチ、まあ、なっちゃんなれや、ちょっとな、トラキチなんかされたらすぐ分かるようにするからな、な、分かったか、な、よしよし、な、まあ、なっちゃんもね、多分ね、このマロンちゃんと一緒におったところからね、これもともとやっぱりおったやねんこそ、これを初めに捕まえよう思ったけど、慣れてたからね、逃げてんけど、これでマロンちゃん捕まえてんけど、マロンちゃんと一緒におった人も過去の動画で多分出てきてました、この子。うん。まあ見てもらったら分かると思うけどね、マロンちゃんおるとこにこの子いてました。
こんな感じですね。これでね、うまいことね、あのやってくれたらいいけどね、アメちゃんがちょっとね、どういう風になるかわからんけど、それともおばちゃんね、うん、おばちゃんがね、あのまま慣れてくれたらいいけどね、まあ、まだちょっとね、あそこにね、じっとしとるから、まあ、おばちゃんもともとね、おとなしいからね、この子。ただ、スジちゃんとね、昔は一緒におったのに、仲悪いんちゃうかな。まあ、手術前やったからね、あれは。ね、はい、これらちゃん。どうなんかな、思い持ってね。ね。まあ、おばちゃんは一回ね、ここに来てるから、まあ、みんな、仲良くなると思うんやけど。ね。まあ、ちょっとでもね、ちょっと、周りに喧嘩あるようやったら、ちょっとね、まあ、大丈夫とは思うけどね、もういっぺんここに入ってるからね。はい、マリンちゃんよう来るようになったね。はい、クララちゃん来ました、ね、ニック、そんなしたらあかんだお前。ニックはなんせね、なんか初めのね、新しいもん好きやからなあ。男らしいとかあるけどね、この子オスやけどなあ。はい、よしよし、ニックニック、ニック、はい、ね、おいで、こまちゃんと、まあちょっとアメちゃんはね、ずっとあそこにおったから、ちょっと気分転換にね、まあまあここから、ここにおったんやけどね、捕まえよう思ったら、だから逃げて、あの中に入ったから、ちょっと難儀したんやけどね、うん、あ、ごまちゃんも出たんね、ごまちゃんおめえ、大丈夫か、だいぶ待ちか、な、ごまちゃんおいで、あ、逃げるかな、あ、逃げたな。こんな感じで、今もちょっとここ大工仕事ね、これ止めたりもしとってんけど、ね、止めんと落ちたりね、用しとるからね。まあこれからまたね、あの大工仕事もね、ちょこちょこ、あの奥もね、編みしたりせなあかんから、ね、やれようか。せーの。あ、アメちゃん出てきたね。まあこのままね、うまいことね、懐いてくれたらいいけど、懐いてくれたらいいけど、というか、まあね、ここで馴染んでくれたらいいけどね。ね、多分ロシアンちゃんとかの思い出すんちゃうかな、あれね、サビちゃんとか一緒にいてたの、まあ、また過去の動画見てもらったら分かると思います。この子の、ね、保護したシーンの前にいろいろいてるからね。だからまあ分かるかな思ったりね、まあ、多分ブルーちゃんとかもおてる思いますよ。絶対ブルーちゃんも一緒やからね、あの辺におった子やから。まあ、このね、あの、翔子ちゃんとかね、平君は全然ちゃうからね、居場所が。まあ、これでね、うまいことね、やってくれたらいいかなと。ね、はい、以上です。ありがとうございます。はい、これね。ちゃうちゃう、気持ちやろ。どうや。気持ちいいやん、見てみやな、甘えたら気持ちいいやろな、どうや、よしよしよし、よし、えらい変わったな、シャーコちゃん、よしよし、よしよし、首おいで、はい、よしよし、えらいな、お前えらい変わったな、はい、よしよし、はい、はい、シャーク、はい、はい、シャーク、はい、シャーク、はい、気持ちいいぞ、はい、はい、シャーク、はい、はい、よしよし、な、気持ちいいやろ、シャークちゃんもこの、企業寝てんな、よしよし、シャークもどうや、あ、気持ちいいやろ、甘えたよ、はいはい、怖ない、よしよし、はい、はい、甘えなあかん、お前も甘えなあかん、はい、逃げてるかじゃん、はい、お、シャコちゃん泣いてんの、甘えてる、変わったな、シャーコちゃん、はい、シャーコちゃん
お前噛むんやな。はい。なんだよ。はい、こんな感じです。